皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山たずこです。今日も質問事項一つに答えていきたいと思います。その前にですね、最近こうやって質問をね答えていきますという内容をお話ししてるじゃないですか。そうしますと、今回どうしてこういう質問事項を答えていってるかというと、4万人達成したということで、皆様にたった1日だけ選ばれた人は回答しますということを募集した時が1日あったんですね。それがあまりにもたくさんあったので、今回は一つずつ質問を答えさせていただいているんですね。そこだけをご覧になっているのかわからないんですが、最近いろんな質問がメールに来るんですよ。それも今までだったら、それって YouTube 鑑定かカウンセリングの内容でしょうと思うような内容も、回答してください、答えを聞かせてください、どうしてこうなってるんですか、どうすればいいですかってすごいたくさん来るんですね。改めてこの質問答えてくださいという内容は募集しておりません。そちらはご理解ください。ということで早速内容に移りましょうか。はじめまして、こんにちは。タッさん、以下の質問をしたいです。タッさんが人付き合いで大切にしていることは何ですか？4万人登録者数本当におめでとうございます。タッさんのことを今月から知り、時間のある時に拝見させていただいております。毎回のように涙を流しながら感動しながらです。 YouTube からヒーリングを受けさせていただいて本当にありがたいです。いつもありがとうございます。このようなメールをいただきました。ありがとうございます。人付き合いで大切にしていることは何ですかということなんですが、よく、まあこれは私のことをね、お話をしていいんだったら私の話をさせていただいて、皆さんこうしてくださいという内容になるかは分かりませんが、よくスピリチュアルカウンセリングで皆さんがね、人付き合いですごく苦しんでいらっしゃって困っている方が多く、その人間関係ですとか、こういうふうに嫌なことを言われたりやられたりとかします、どう対応しますとか、あと LINE のグループ LINE、 そこで返事とかをねちゃんとしないとすごく嫌な風に思われてしまうので、早く見たら早く回答してますとか、タッさんそういう時ってどうすればいいですかとか、いろいろなそういう人付き合いの何か困ってることとか、いろいろ皆さんからご相談を受けるんですが、私のお話をしますね。私が普段どういう人付き合いをしていて、どういうことを大切にしているのか、大切にしていることを言います。私は私でありたいということを大切にしています。どういう回答ですかって思いますね。私が心地いい私でいたいんですね。なので人付き合い、もちろん相手のことをね、配慮をしてとか気遣いをしてとか笑顔で対応してとか、細かく言えばいろいろなことはあります。でも一番大切にしていることは、すごく大切なことは、私が乱されないで、私が心地よく私でいられる人とお付き合いをします。なんとなく分かりましたか？皆さんは一人になるのが寂しいとか、お友達がいっぱいいないと何か取り残されてしまうんじゃないかとか、みんなの中に入っていないと心配だとか、知らない間に何か噂とかされたり、何か知らない内容があったら嫌だなって、どこかの集団とか仲間に属していないと不安になる方が多くいらっしゃって、でそのチームとか仲間の中に入っていて、そのさっきもね、グループ LINE の返事はどうすればいいですかとか、どうしていいかわからない、その人間関係をね、苦しいです、私は A さんから何て思われてますかとか、なんかそんな心を悩ませるようなギスギスしたような返事がね、遅かったら何か変な風に思われるんですとか、そういうグループにまず私は入りません。人付き合い、どういうことを大切にしてますかって、私が私である居心地のいい人と付き合うので、何か
この言葉を言われたら、この言葉を言わないと苦しいな、相手に変な風に言われちゃうな、一人になっちゃったらどうしようとか全く思っていないんですよね。もちろん一人って寂しいかもしれませんが、一人の時間も大切にしたいですし、孤独をも愛せる人であったらぶれない自分でいられるのかなと思うので、友達いっぱいいっぱい探して人付き合いうまくやってみんなの中にいっぱい入りますとか、まずその思考がないですかね。でも仲間はすっごいいっぱい、おかげさまでありがたいことにいらっしゃるんですね。本当に素敵な仲間はたくさんいらっしゃいます。でもだからといって何かその人付き合い、自分のプライベートの時間をその仲間と私はすごく共有して、皆さんと何かやり取りをたくさんしてということを、基本的に皆さんもしかしたら意外って思うかもしれませんが、仲間はいっぱいいますが、すごく疲れてしまう人付き合いをするんであれば、私は一人になります。一人でも怖くないからです。すごくギクシャクする中でも気遣いをして、一人は寂しいからと言って、その何か苦しい飲み会とか苦しい会話の中にいなきゃいけないとか、人付き合いを構築して広げていかなければいけないと、実は本当にそういう思考がないんですね。多分人付き合いで大切にしてることはって質問すること自体、人に振り回されてる気がするんですね。この質問を寄せくださった方を霊視してるわけではないんですが、人に振り回されてるから、人付き合いでタツさんはどういうことを大切にしてますかということが聞きたくなってしまうんですよね。振り回されない人を選ぶということですかね。自分の本心を大切にするということです。だからそんなんでいいんですかって思われるかもしれませんが、私正直多くの方から本当にたくさんお誘いがあります。男性も女性もほぼお断りするんです。大切に人をねすると思っていたら、皆さんはたくさんの方にお声をかけていただいたら、どれだけそれをイエスと言うんでしょうか。私はとにかく人に振り回されない生き方をするということをいつも大切にしているので、自分が心からこの人に会いたいとそう思った時にその人と会います。お食事をします。お話をします。私の生きている時間は振り回されない生き方をします。自分がそれを判断できるんであれば、嫌だなと思うところには基本的には行かないです。ただそれがお仕事だったりとか、もちろんそれはしっかりとこなしていきます。でも自分のプライベートの人間関係ですとか、自分が構築する人付き合いっていうものは、とにかく大好きな人、心地のいい人、相性の合う人、フィーリングの合う人、その人たちとざっくばらんと気兼ねなく、そういう関係性のところに私はいますかね。私はだからすごく幅広く人付き合いをしてるっていうのは実はしていないんです。一つお釈迦様の教えをお話ししましょうか。その内容を見て私はそうですよねと思った内容があります。もしあなたが人に振り回されて悲しくなるんであれば、もしあなたが人に振り回されて怒りを覚えて、そして嫉妬心が出てくるんであれば、孤独を愛しなさいと、人に振り回されるくらいであれば孤独を愛しなさいという教えが一つあるんです。その内容を見て心が弱かったり、一人ということが寂しいとか不安だなと思ってしまうと、孤独を愛すということがすごく難しくなってしまうんですね。でも私は一人でもそれが心地いいと思うんであれば、一人の時間を満喫します。振り回されないんであれば、愛おしい人と
その人とその時間を共有します。本当は苦痛だけどこの場にいた方が身の安全を感じるとか、私の噂を変な風にされないとか、変な風に思われないようにとか、タズは人付き合い悪いねと思われたくないとか、そんなことは思いません。そんなことを気にしてその会に行ったり、そこに足を運んだり、私はそういうことはしません。私の生きてる時間は振り回されるぐらいだったら一人になります。なのでもちろん人付き合いね、私いっぱいしてますよ。たくさんの仲間がいるということは人付き合い大切にしています。相手のことを思って愛で会話をして、相手が心地いいと思う時間とその場の空気を感じて、もちろん接することは当然ですがします。でも今回の内容は、私が一番すぐ思ったことは、人に振り回されない付き合い方をすること、自分を大切にすること、自分の気持ちを大切にすることを重視しながら人付き合いをしますということが回答かなと思うんですよね。あともう一つ言うんであれば、大切にしていることは、人はみんなそれぞれだということをすごく意識しています。何か深い関係性になったりとか、すごく仲良しになったり親しくなったなと思った仲間ですとか、人付き合いって独占したくなったりとか、全部の内容を知りたくなったりとか、今何しているんだろうと、なぜあんなことを言ったんだろうと、全部詮索したくなったりとか、なぜなんだろう、なぜなんだろうと、私はちゃんとすごくよく思ってもらえてるんだろうかとか、その枠の中、自分が決めた枠の中に入っていたいとか、私もその人の中の枠の中に入れててもらいたいとか、全部その人を知っていたいとか、すごく親しさが深くなればなるほど、人ってそういうことを知りたかったり、中に入りたくなったりとかするんじゃないかなと思うんですよね。でもやっぱり毎日私ね、カウンセラーとして人というものが分かっていくと、みんなそれぞれの環境があって、言えないことでもたくさんあるんですよ。生い立ちだっていろいろあるんですよ。なのでこの一言を言ったことも、なぜあんな言葉を言ったんだろうかとか、私は変なふうに思われたんだろうかとか、そうではなく、今自分が優しい気持ちで思いやりを持って接することができるんであれば、その人が嫌な態度をもししたとしても、どうしてどうしてどうしてと、まずそこにも振り回されないように、そしてその人にもいろいろあるでしょうと、入りすぎないということを優しさの中に、それもちゃんと持ち合わせて人を見ているので、一喜一憂しづらいのかなと思います。なぜあの人はこういう態度をしたのか、なぜ返事が来ないのか、なぜこうなのか、ああなのか、人って何なのかって疲れますよね。いつもね、スピリチュアルカウンセリングしてる時に、ものすごい深いところをもちろん回答しなければいけないから、心の奥底や生い立ちとか潜在意識とか見ますが、私はプライベートでそんなこと見ないんです。自分の優しさはちゃんと持っているのか、感謝を持ってここに存在しているのか、そういうことを思って人とお付き合いさせていただいているんですね。なのですごくシンプルに、私は物事を見て、人も見て、その中で愛情を持って向き合わせていただいたら、振り回されることもないし、そっちの方が居心地がいいのかなと。それ以上求めるものってありますか？詮索したりとか、何か深く深く知らないといても立ってもいられませんって、なんかおこがましいなと、なんかずうずうしいなと思ってしまうんですよね。だから全てシンプルに、この人を愛しているのか、そこなのかなといつも思って、私は人付き合いをさせていただいております。初めて会った方とかもね、もうとにかく人付き合いって、もういろんなところに人と接するということとか、人とお話をするとか、コミュニケーションを取るとかも人付き合いになるんであれば、とにかく私は笑顔でもちろんお話をしますし、相手にもいろいろあるでしょうと、相手のいいところを見つけたりとか、もういろんなことはもちろん気遣いはしますが、
それはね、一期一会の出会いとかでもそういうことは意識します。とにかくそこでどんな人に会おうといつも心は穏やかでありながら人とお付き合いできる自分の精神状態を保ちながら見てるっていうことですかね。でも先ほどのお釈迦様の孤独を愛しなさいっていうのはすごくモットーにしています。寂しくないですかって思うかもしれませんが、もちろん愛おしいあのパートナーもいるので、お友達も仲間もいます。でもとにかく人に振り回されないで、自分がこの人と思った人と一緒にいて生きていきたいなということが大前提で、自分の気持ちを信じています。そこが大切なのかなと思います。簡単なようで、実は多分いろんな経験値と心が強くないとそこに行くのも正直難しいのかなと思ったりするんですが、心の訓練を一緒にできたらいいのかなと思います。今回は意外だと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、私はお釈迦様の教えの孤独を愛しなさいというシンプルなその言葉をモットーに、友達作らなきゃ作らなきゃ、人付き合い大切にしなきゃ、仲間意識を仲間意識をということよりも、自分の気持ちを大切にするということを一番大切にして人付き合いをしているということですね。今日のお話は以上になります。皆さんも人間関係ね、すごいいろいろ大変ですよね。何かプラスになったかな、私はそういう人です。ということで、またプラスになるお話ができたらいいですね。さよなら。